一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長などを歴任する寺島実郎がお送りするこの番組、寺島実郎の世界を知る力。こんにちは、寺島実郎です。九段下の寺島文庫からお送りしている私のこの世界を知る力という番組ですね、第8回目を迎えました。世界を知らずに世界を変えることはできないと、本当のことを知る情報番組に試みてみようと、そういうことでこの番組をスタートしました。地上波とですね、ネット配信と、それから YouTube、いろんなですねメディア環境の変化もあって驚いてますけども、 YouTube でのアクセスが、あの細川さんとの対談編も込めてですね、95万回ということで、まもなく100万回を超えるかもしれないというところまでですねやってきてます。で、私としてはですね、あるべき時代の進路って言いますか、それを模索する番組としてですね、少しずつ定着させていきたいというふうに思います。番組の前半では今月の世界と日本と題し、刻々と変化する世界情勢から日本の今を考察します。前回からですね、今日本が直面している経済の本質的な課題っていうことにこう踏み込んでいってます。21世紀に入っての日本のですね、所得と消費の動向、このパネルをですね見ていただいたことを思い出していただきたいと思います。上の段、勤労者世帯可処分所得ですね、働くサラリーマンが手元で使えるお金と、昨年ポーンと増えたと。その増えた理由はですね、何のことはない例の国民全員に配った給付金ですね、10万円の。表面統計的には49万9千円に増えたけど、その分がなければ47万1千円でしたと。しかももらった分ですね、ほとんど使わなかったっていうことで、今度は下の段ですね、全世帯の家計消費支出はなんと前年よりもですねドーンと落ち込んだと。1万5千円、毎月ですよ、年間10にかけていただいたらどれほど消費が落ち込んだのかは分かります。しかも今日議論に入っていくときに前提としたいポイントがですね、日本におけるピークですね、勤労者世帯可処分所得がピークだったのは49万7千円、1997年と。23年前に比べてまだ可処分所得はですね水面下ですと。で、さらに全世帯の家計消費支出です。これは働いてる、もちろん勤労世帯もそうですけども、高齢者のですね年金世帯も含めて、全国全世帯のですね家計消費がピークだったのは1993年33万5千円でしたと。それがですね27万8千円ということですから、年間なんとピークに比べてまだ60万円近くですね各世帯の消費が落ち込んでるっていうことなんです。で、今日はですね、なぜ消費がここまで落ち込んでるのか、で、所得の減少があるからなわけですけども、それとさらにはですね未来に対する不安があるからですね消費が増えないんだと言っていいと思いますけども、21世紀にですねこの勤労者が働いている、今度は企業ですね、会社はどうなってるんだっていうことにですね、今月はちょっと話を踏み込んでみたいと思います。日本経済が落ち込む中、企業の経営はどう変化したのか。会社は21世紀に入ってですね、一体経営の本質をどう変えたのか確認しておきたいと思います。ここでですね、日本企業というのは企業の大中小関係ありません。日本に存在する全ての法人企業のですねトータルの話なんだというふうに受け止めていただきたいと思います。で、まず注目していただきたいのは青い棒グラフですね。これは全国にある法人企業の経常利益の総和です。19年度71兆4000億円というのがですね、全国の法人企業のトータルの経常利益だったと。大きな流れとしてピンとくるのはですね、1995年頃に比べ会社はですね、こう右肩上がりで経常利益を増やしてるんだっていうことがまず確認できるだろうと思います。で、会社はですね、この実現した経常利益をどうやってですね、
会社に関係している存在に配分するのかっていうのが、まあ一つの経営の妙なわけですけども、まず注目していただきたいのはですね、人件費ですね。これ人件費ざっとご覧になってですね、びっくりするぐらい動いてないんだなっていうことに気がつくと思います。1995年度っていう年が202兆3000億円だったんですね。それがですね、19年度に至って約もう25年ぐらい経ってるわけですけども、同じく202兆3000億だっていうわけです。その間若干のこう動きはありますけども、人件費の総額っていうのはほとんど増えてないんだっていうことにですね、多分びっくりするだろうと思います。次にですね、設備投資っていうこの緑のとこなんですけども、これもですね、驚いたことに経常利益が26兆3000億だった1995年の44兆円という水準にですね、19年度も同じ数字が張り付いてます。つまりこの段階で我々が確認できることはですね、経常利益は少なくとも21世紀に入って2倍以上に増えたんだけれども、人件費も設備投資もですね、驚くほど張り付いて横一線なんだということをまず確認しておきたいと思います。じゃあこの間何が増えたのかですね。でまず気がつくのはこの内部留保ってやつですね。19年度はですね、17年度に比べてこの下がってるように見えますけれども、こう右肩上がりに内部留保を増やしてきた日本企業ということがこう見えてきます。で一言で言うと会社も将来不安なんですね。貯めておこうと。グローバル経営のリスクっていうのは潜在的に底知れないものがあると。で要するにリスクに対応できるようにですね、貯めれる時に貯めておこうという形での内部留保。あまりに内部留保が多くなってきたために、内部留保課税でもしようかなんて動きが見え始めてですね、急に今度は内部留保もですね、少し少なくなったっていうのが19年度のですね、性格なのかなっていうふうになってます。で何よりも一番多く増えてきたのがですね、配当金ってやつですね。これ21世紀に入っての日本企業経営の大きな変化です。配当金っていうのはですね、株主に対する配当ですね。言うまでもなく上場企業の持ち株のですね、3割以上持ってるのが外資だっていう状況になってきてます、今日本の。で外資必ずしもですね、ハゲタカファンドではありません。健全な経営をですね、求めてくる物言う株主っていうのも源として存在してます。で外資の一つの性格はですね、世界が今そうなってるんですけども、厚生年金基金を背負ってですね、その運用を図ってるんですね。で物言う株主の特色っていうのはですね、要するに配当成功に圧力かけてきます。ですから会社の経営がどん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 株主に対する配当を増やさざるを得なくなってきてるんだっていうのがですね、最近の状況だと言っていいだろうと思います。ただし物言う株主にもですね、いろんな傾向がこう出てきてます。極端なケースを我々は見てます。東芝のケースですね。極端に言うならばハゲタカファンド対ハゲタカファンドの戦いみたいな形になってですね、要するに短期的な利益を株主である我々に還元しろっていう圧力をですね、経営に対してバンバンかけてきます。例えばその会社が持ってるさまざまなディビジョンですね、売却できる部門はどんどん売却してですね、その分を我々に配当としてよこせっていうようなですね、圧力がどんどん企業経営に対して加わり始めてるんだっていう傾向が最近の状況なんですね。でこの段階でですね、私は皆さんと一緒に確認しておきたいのは、会社は誰のものかっていう例のテーマですね。会社は株主のものだっていう考え方が株主資本主義の考え方です。だけどステークホルダー資本主義っていう考え方があってですね、会社を取り巻くさまざまな利害関係者で、社会国家をも含めてですね、さまざまな利害関係者に社会的な責任を果たしていくと、その一つの柱がですね、会社のために働いてくれてる従業員であるっていうことはですね、間違いないことなんです。だけど従業員に対する支払い、つまり人件費が増えないっていうのがですね、現下の状況なんだと。でさらに一歩踏み込んで、それはなぜなんだろうっていうことをですね、議論しておきたいと思います。今日本企業の人件費が上がらない、その理由とは。
私約20年近く前でしょう、連合というですね、労働組合の全国の組織体の評価委員というのをやってた時期があります。でその頃からですね、労働組合という存在がどん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 ですね、力を失ってきてるんだなということを実感したもんです。これよくグラフを見ていただきたいんです。1980年代、このあたりからですね、労働組合の組織率がどんどん下がってるんだということがよくわかるはずです。2020年、昨年ですね、少なくとも3割近くあった労働組合の組織率がですね 17.1% というわけです。つまり働いてる人間のですね、2割以下、ほとんどの人は労働組合なんかに入っちゃいないっていうですね、そういう状況になってきてると。どうして労働組合の組織率がこれほどまで下がってきてるのか。で経営者にとってですね、労働組合の存在っていうのは春闘っていう言葉を思い出す人もいると思いますけども、大変な圧力団体だったんですね。ところがですね、21世紀に入って、まあグローバル経営だとかそういう言葉がですね見えてくるにつれて、極端に言うならばですね、嫌ならやめてくれの世界っていうのがどんどん広がり始めた。でそれによってですね、労働組合に所属していることのプラスのメリットとかっていうものを実感できなくなってきた。で目先の小さな利益にですね、働いてる人たちの関心もこう向かい始めたっていうかですね。でしかも雇用形態の変化っていうことをちょっと確認しておきたいと思います。額に汗して働いてる人のうちのですね、いかに非正規雇用が日本において多くなってるのかです。これ1990年2割ぐらいだったものがですね、今なんと 37.2% ですから、4割近くがですね、非正規雇用って言いますか、派遣だとかですね、そういう形で臨時的に働いているような立場でもって職場を支えてるって言いますか。でよく言えば労働の流動性でですね、会社はできるだけ安いコストで従業員を使うことができるようになってるとも言えるわけですけども、働いてる人の4割近くが非正規雇用と。でしかも今コロナがそこを襲ったって言います。いかに多くの非正規雇用者がですね、雇用条件の劣化っていう環境の中で社会的弱者になり始めてるのかっていうことはですね、皆さんわかるだろうと思います。そこでなんですね、これまあこの議論の一つの集約点です。ワーキングプア問題っていうのをですね、お話ししておきたいと思います。2000年から2020年までの20年間の間にですね、製造業と建設業からですね、日本において437万人の雇用が減少したと。実はですね、失業率は増えてないんです。就業人口の移動が行われたんですね。どこに？と。サービス産業なんです。で、この間、工業のサービス産業っていうのが721万人、いわゆる就業者を増やしてます。サービス産業ってなぜこんなに雇用を増やしたの？っていうふうに疑問を思うかもしれませんけども、まあ、小売とか商業の現場とかっていうだけじゃないんですね。この間なぜサービス産業が増えたかっていうと、実は看護介護を中心にしたですね、その福祉の分野なんです。大変尊い分野です。だけど所得の劣化、工業のサービス業っていうののですね、年収と製造業建設業のですね、平均年収を比較するとですね、年間約87万円サービス業の方が低いんです。ですからこの移動によってですね、生活が良くなったんじゃないんですね。かつて日本では農業から製造業建設業にですね、就業人口が移動したっていう時代があったんです。この就業人口の移動は生活を良くしたんです。収入をプラスにしたんです。だけど今日本で進行したですね、就業人口の移動は生活の基盤を劣化させてしまったんですね。そこでなんです。驚くべき数字があります。年収200万円以下で働く雇用者、昨年ですよ、1854万人っていうんですね。日本には統計上雇用者5963万人ですから、約6000万人のサラリーマンがいます。でその実に 31.1%、 3分の1がですね、年収200万円以下だったわけです。
で参考までにそこに生活保護受給者数ってのが出てますけど205万人と。で200万円ってどういう意味なのって思うかもしれないから書いてあるんですけども、生活保護の受給水準っていうのが約年収200万と考えておかれたら分かりやすいです。働いてるのに生活保護水準以下の収入しかないっていう人たちをですね、ワーキングプアって言うんですけど、日本ってこういう国になっちゃったんだよなとつくづくそう思います。つまりですね、21世紀に入ってからの20年間の間に日本で進行したことをよく格差と貧困って言いますけれども、強いものはより強く、弱いものはより弱く、格差がどんどんついてきてるんですね。それがですね、現実の資本主義社会なんだみたいな状況にこうなってきてると。でこの番組はですね、こう格差と貧困が進む日本なんていう問題をえぐり出すことが狙いではないんです。資本主義の在り方、経済社会の在り方をですね考えていこうと。産業資本主義から金融資本主義、デジタル資本主義なんていう言葉が聞かれる時代に、我々自身がどういう資本主義の時代を作ったらいいんだろうかっていうことを模索する議論の一環だというふうに受け止めてもらいたいと思います。この後寺島が格差社会に立ち向かうべく資本主義の本質に迫る。資本主義ってですね、誤解する人は欲と道連れのですね利潤だけを追求する仕組みみたいにですねなりがちだということがですね、よく批判の対象になります。資本主義の原点における倫理性って言いますか、資本主義ってそんなですね利潤だけを追求するような卑しいものとしてスタートしたものではないと。私がまあ尊敬するですね、まあ、経済社会学者でもあるマックス・ウェーバーですね、ここにあの有名なですね、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていうですね本があります。これが全て正しいっていう意味じゃないですけども、カトリックに対するプロテスタントっていうですね、そのプロテスタンティズムっていうものが資本主義の精神を大きく刺激したんだっていうことをですね社会学的に分析した大変重要な本です。で私はですね、資本主義が社会主義の攻撃を受けている時にもですねこの本をよく思い出したもんです。勤勉に働くと、一旦約束した契約は守る、誠実に、で国旗心を起こしてですね競争を通じて切磋琢磨していくっていう考え方ですね。これがですね多分資本主義っていう仕組みを大きく成功させてきた原点にあるエネルギーだったと思います。ですから資本主義っていうのはですね欲と道連れの仕組みだけじゃないんですね。それからもう一人、渋沢栄一、大河ドラマですね、今日本資本主義の父と言われてですね、日本に500を超すさまざまな企業とか仕組みを作った人です。商工会議所にしろですね、聖路加病院にしろ、いくつもの大学にしろですね、渋沢がその原点にそそり立っているとこう言われています。の渋沢がですね、これ76歳になって書いた有名な本が論語とそろばんっていう、こういう本だったんです。これ復刻版なんですけども、豆本みたいな本だったんですね、論語とそろばんっていうのは。でこの中でですね彼が言ってることっていうのはですね、世に言う渋沢資本主義っていう議論なんですけども、経済道徳合一主義っていうやつで、道徳的であることが最も経済的なんだと。で聞きようによってはですね、成功した人が高みからですね理想論を語ってんだっていうふうに思うかもしれません。だけど渋沢っていう人の生き方を見てるとですね、決してそんな綺麗事の話ではない。でこの本の中に出てくる言葉ですけども、四魂正才、侍の魂を持ってですね将の才を発揮すると。で経営の社会的責任であるだとかですね、倹約し施しですね、恩に報いる、徳に報いるっていうですね、こういう考え方をものすごく大事に守ってたから渋沢の周りには人が集まった。渋沢栄一っていうのは僕の理解では花咲かじいさんだと思います。なぜ500もの会社が作れたのか、彼自身が作ったっていうよりもですね、彼の周りに若い人たちが相談に来た、だったらこういう人と一緒になってやったらいいよっていうことを彼には見えたからですね、いろいろアドバイスしてあげた。そういうことからですね、さまざまな会社が花開いていったっていうかですね、私はですよ、今日本がですね
グローバル経済なるものの中で格差と貧困というものがすごく大きく見えてきてるけれども、次にどういう時代を作んなきゃいけないのかっていう時に絶対に忘れてはいけない原理原則の一つがマックス・ウェーバーとですね、渋沢資本主義っていうことは忘れてはならないポイントだろうと思います。この後寺島が北方領土問題を考えるために日露関係を紐解く。今回は近代史における日露関係に踏み込んで、来月日露関係において避けて通れない北方領土の問題についてですね、私の踏み込んだ全体地からの北方領土問題の解決の仕方っていうような話に進めていきたいと思います。ロシアっていう国はですね、この、地図をですね持ち出さないまでも広大な国です。ユーラシア大陸のですね 41%、 4割以上を占める広大な国。まずですね、皆さんと共有しておきたい、この番組独特の切り口だと思っていただきたいんですが、ウクライナという視界から見たロシアっていうアングルからですね、ロシア理解をちょっと深めておきたいと思います。で、実はですね、我々日本海を越した向こう側にですねロシアがあると。で、極東ロシアって言われてるウラル山脈からこっち側の極東ロシアっていう地域にですね600万人を超すロシア人が住んでるっていうイメージを持ってるんですけれども、人口密度は低いです。だけどその600万と言われているロシア人の約半分はですね、ウクライナオリジンって言いますか、もともとウクライナ出身の人たちがですね極東ロシアに集積してるんだっていう事実をまず日本人として確認しておこうというふうに思います。で、まず第1段階目、その19世紀後半のですね農業移民って書いてあるところを見ていただきたいです。ロシアは1860年に東に攻めよというですね、いかにもいかにもの名前のウラジオストックにですね町を建設し始めたわけです。で、ここにですね農業移民を持ってきたと。どこからっていうとウクライナからなんですね。で、約5万人のですねウクライナからの農業移民がウラジオストックにやってきたとこう言われてます。で、しかもちょっとびっくりするのは海路です。陸路を来たんだろうと思いがちですけども、海からなんですね。黒海を出てインド洋を通ってですね日本海抜けてですねウラジオストックに入植したっていうわけです。日本の北海道開拓と並行してるんだっていうことをまず頭に置いておいていただきたい。そこから2番目ですね、第2弾の今度はウクライナからの、移民というよりもシベリア送りってやつなんですね。1917年にロシア革命が起こった、その際ですね労働者と農民の革命だったんですけども、ウクライナの農民はモスクワに逆らってですねウクライナの独立みたいな動きに出た。そのことに対してですねモスクワがシベリア送りだっていう形ですね、反乱軍の多くをですねシベリアに送ったっていうことで、またここにウクライナ人が増えちゃったわけです。で、さらにウクライナはですね常にモスクワに対する緊張感、これ今日でもウクライナはですね構えてますけれども、第二次大戦期攻め込んだドイツヒットラーに呼応してですねウクライナの独立を試みたなんていう連中がいるわけです。で、それがまたシベリア送りになった。で、そういったことでですね、実は日本海を越した極東ロシアにはウクライナオリジンの人がいる。で、そういう中でこのロシア史の原点ウクライナっていうことをちょっと確認しておきたいんですけど、文化的精神史的にですね実はロシア史を研究した人は必ずそれに気がつきますけども、ロシアの歴史の原点っていうのはキエフ大公国にあるんですね。つまり現在のウクライナのところにあったですね民族国家の走りであるキエフ大公国が現在のロシアの原点だったと。で、そこにですねウラジミール公っていうのがいて、この人がですね10世紀の後半ですねキリスト教に改宗したと、ビザンツ帝国によって。で、このことがですねロシア正教の原点になっているわけです。これウラジミール公ってピンときます？プーチンのですね名前はウラジミール・プーチンなんです。なぜ彼がですねロシア正教をもって国のまとめる力の原点にしようとしているかっていう時に、彼自身の名前に埋め込まれているメッセージの強さっていうのを私なんかは感じます。そのいわゆるキリスト教のですね正教の拠点がですね
1326年にタタールの侵入、つまりモンゴルの侵入によってキエフからモスクワに中心が移ると。でそこからですね、1453年に例のコンスタンチノーブルの陥落なんていう事件を経て、ローマ帝国がですね、第二のローマとして作ったのが現在のイスタンブール、コンスタンチノーブルだったわけですけども、モスクワが第三のローマだっていうようなですね、発言をするような立場にこうなっていったって言いますか、そういう形でですね、ロシア史にとっていかにウクライナっていう存在が重い存在なのか、この先ほどのですね地図をもう一回改めて見たらですね、このウクライナがどう動くかによってロシアの運命が決まると言ってもいいような部分があるからですね、ウクライナ問題っていうのが絶えず重要なポイントになってくると。でそこでなんですね、この話をもってですね、ウクライナからの切り口っていうところのですね、こう認識を深めておきたいと思うんですけども、21世紀の地政学、今つまり現在ですね、なぜウクライナが要衝として議論されるのか、そこにブレジンスキードクトリンっていうのとキッシンジャードクトリンっていう2つの地政学を学んでる人にとってはですね、定番のような議論なんですけども、ブレジンスキーが1996年冷戦が終わって直後ですね、ウクライナなしでロシアは二度と強国にはなり得ないと、だからウクライナを欧州にくっつけて NATO に加盟させるのが今後の戦略なんだという形で動いてた時期があります。ところがですね、今度は2014年にクリミア半島の分離併合なんていう出来事が起こるわけですけども、ロシアにとってですね、いかにウクライナを失うっていうことに対する危機感が深いかっていうことを見せたとも言える展開だったわけですけども、まあ、ウクライナのフィンランド化、どういうことっていうと、これキッシンジャーとブレジンスキーのですね、まあ、合意の中でできたドクトリンとも言われてるんですけども、ロシアの勢力下にある程度あっても議会制という民主主義とですね、資本主義っていうものを保ってるっていう意味におけるこれがフィンランドモデルってやつなんです。それでいいじゃないかと、ウクライナっていうものの位置づけはと。そしてロシアにとってウクライナの存在が重要な理由がもう一つあるという。かつてのソ連邦にとっていかにウクライナが重要だったのか、ウクライナの技術基盤と産業基盤がですね、旧ソ連を支えてたんだっていうことに気づきます。例えば宇宙工学、キエフ工科大学の力あってですね、ソ連の宇宙開発は成り立ったと言ってもいいぐらいですね、重要だったんです。原子力、チェルノブイリっていうのはウクライナにあるんですね。今でもウクライナのエネルギーの5割は原子力と。さらにもう一つ話題として触れておきますけども、なぜそのウクライナにそれだけの技術基盤が集積したのかっていうことの理由の一つでもあるんですけども、ウクライナのユダヤ人ってやつなんです。ユダヤ系の人がウクライナに結構集積してたんですね。冷戦が終わった後ですね、イスラエルに大きく言う人は100万人ぐらい帰ったというふうに言われています。で我々がですね、何度となく、まあ、見ることになった森重久彌の屋根の上のバイオリン弾きっていうミュージカルがあったんですけど、実はあれはウクライナの物語なんですね。でこの段階で確認しておきたいこと、ロシアっていうものとですね向き合っていくときに、ウクライナっていう存在がいかにですねロシアと絡み合ってきたのかっていうことを我々は的確に認識しておく必要があるっていうことをこの段階では確認しておきたいと思います。続いて日露関係を歴史から考察する。次にですね、日本近代史におけるロシアとの関係っていう意味において話をこう確認しておきたいと思います。でまずですね、ここに近代史における日露関係って書いてあるところの上三段ですね、明治維新から50年間、日本という国はですねアジアで近代化の先陣を切る形で動き始めたと。その日本がですね日露戦争っていう段階を迎えるわけで、日清戦争の後にですね。でこの戦争ですね、日本が勝ったっていうにはあまりに安易すぎるっていうかですね、ヘトヘトになって日本が勝ったという形での停戦に持ち込んだというのが正しいところなんだろうと思います。この戦争によって日本はですね12万人以上のですね兵士を失ったとこう言われています。日露戦争に関して
司馬遼太郎さんがですね、国民戦争だったっていう形で魚上の雲を描いた気持ちもわからなくもないっていうかですね、日本にとっては総力戦だったと言ってもいいだろうと思います。いよいよそれからですね、日本とロシア相互にですね、相手に対するわだかまりとか嫌悪感が込み上げてくるようなですね、いくつかの出来事事件が起こっていきます。特に1914年から19年までの5年間、私はよく運命の5年間という言い方をします。この間の5年間というのはですね、日本がですね、自ら植民地にされてしまうかもしれないという緊張感の中を開国幕末維新というのを迎えてですね、ひた走りに走ってですね、でいつの間にか親しむアジアの神話をですね、犯すアジアの神話へと転換し始めた時期って言いますか、日本自身が帝国主義国家に変容していく時期がですね、この5年間だったんだなっていう意味において、特に1915年に例の大化21か条の要求っていうのを中国に立てつけてですね、日本の中国に対する野心をむき出しにし始めると。でその頃ですね、ロシア革命が起こったんですね。でそこに日本はですね、シベリア出兵という形で動いた。これがですね、日本とロシアとが相互に相手が不愉快な存在だなと思い始める一つの大きな転機になってます。でシベリア出兵とは何かなんですね。ここです。シベリア出兵っていうのはですね、ロシアに革命が起こってですね、皇帝ニコライ2世の一家がですね、革命軍によって惨殺されてしまうというような出来事になっていったわけです。で日本はですね、英国米国フランスと共同でもって内戦に介入する、チェコ軍救出っていう目的だったんですね。でシベリア出兵っていう形で日本は7万人の兵力を投入します。米英仏が1920年に撤退したのに対して、日本はですね、ベルサイユ講和会議を超えて1922年まで世界からブーイングを受けながらですね、居座るっていうかですね、ソ連政府にとってですね、日本っていうのが非常に尺に触ったんだったら、その他いろんな文献を読んでるとですね、いかにこの時のシベリア出兵に対する恨みを持ってるのかっていうのを感じることがあります。で7万人派遣してですね、日本は約2000人の兵士を失ったっていうですね、出来事だったんです。この段階でなぜシベリア出兵に日本はそれほどこだわったのか。で赤軍に対する白って言いますか、応答派とか反革命派っていうものを支援する形で動いたわけですね。でよく日本人って白系ロシアって言い方します。要するに赤に対する白なんです、赤軍に対する。で日本にとっていかに無産革命が衝撃だったのか。労働者支配っていう名のもとにですね、皇帝一家が惨殺されたと。で日本という国は当時ですね、天皇を中心にするですね、いわゆる新生国家として日本国を作ろうとしてた思いの中でですね、ロシアで無産革命が起こったと。で国体護持という感覚からするとですね、危険思想だと、共産主義なんて、ものすごい嫌悪感がですね、日本にもロシア革命に対して走ったっていうかですね、このシベリア出兵っていう出来事がですね、20世紀の日露関係の中に一つまたボンと重く存在してます。さらに寺島は日露関係においてもう一つわだかまりがあるという。近代史における日露関係のわだかまり2っていうやつなんですけども、ノモンハン事件についてちょっと簡単に触れておきたいと思います。第一次世界大戦にですね、戦勝国の一翼を占めるっていう形でベルサイユ講和会議に出てった日本、一等国意識がガーンと盛り上がってですね、胸そらして次第に大陸に対して野心を燃やしてったと。で満州国っていうものを作ってですね、大いに中国に対して触手を伸ばしてった展開の中で、第二次大戦が迫るほど起こった第二の悲劇がこのノモンハン事件です。ノモンハンというのはですね、その満州国と当時もソ連の支配下にあったと言っていい
モンゴル人民共和国とのですね境界線をめぐるですね戦いだったんです。1939年の5月にまず外モンゴル軍と満州国軍というのがぶつかったと。で日本はですね簡単に蹴散らせるっていう思いで23師団っていう師団がですね総力を挙げて動いたんですけども、実はですね待ち構えてたソ連の火力と戦車によってですね駆逐されたっていうか23師団壊滅。実はこのことがですねその後の歴史に大きく影響を与えるんです。この時に2万人が日本の兵士が亡くなっていると言われているんですけども、このことによってですね日本はソ連との戦争っていうものを避けようという意識ですね、南進論という、つまり後にですね南に動くっていう第二次大戦の流れっていうものがこのノモンハン事件を転機として大きく動くんですね。それがこの1941年ソ連との間に日本とソ連の中立条約、これがですねよく覚えておいていただきたいです。日ソ中立条約っていうのは独ソ戦を想定しやざるを得ない状況になっていたソ連にとってもですね両面作戦で戦うわけにいかないから日本を抑えておくために日ソ中立条約なるものを結んだと。で独ソ戦が想定してた通りに起こったと、41年6月に。で日ソ中立条約っていうのは5年間有効っていうことで、5年間っていうことは1946年4月1945年8月がソ連が日本に攻撃を仕掛けてきた時ですから、我々がよく日ソ中立条約違反っていう言い方するのはここなんですね。中立条約がまだ有効な真っ只中でソ連は攻めてきた。で41年12月ご存知の真珠湾攻撃、太平洋戦争が始まります。で日本はソ連に米英とのですね仲介っていうものを最後の段階で大変期待してたんですけども、ソ連は実は連合国の一翼を占める形で独ソ戦が片付いたらドイツの敗北がかっきりしたらですね日本攻撃に参画するっていう密約みたいなことを結び始め動き始めてたんですね。でそのことが背景にあって8月9日にソ連が再戦してきます。日本人にとってはですねここに対するわだかまりがですねものすごく大きいんだよねっていうのがシベリア抑留ってやつなんですね。でシベリア抑留ってですねなんだっていうと、本当はいわゆる捕虜に対する国際条約違反です。ソ連はですね8月9日に開戦してですね一気に満州をはじめとして北方領土に踏み込んできた。で日本の軍人56万3千人、民間人1万2千人、約64万人がですね強制労働のためシベリア、モンゴル、中央アジア、ヨーロッパ、ロシアなんかにですね連れて行かれたんですね、強制労働で。約7万人が死亡したと推定されています。で1956年12月26日引き揚げ船港湾丸っていうのが舞鶴に帰り着いたことによって、これが最後のシベリア抑留の日本帰還だったということになってます。で1993年10月にエリツィン大統領が来日した時に国交正常化の議論の中で当時の細川首相あるいは天皇陛下に対してもですね初めてロシアの最高責任者がこのシベリア抑留に対する謝罪っていうのをしてます。非常に微妙な問題なんです。でそういう中でこのシベリア抑留っていう問題について私、まあ、一つですね至近距離にあったシベリア抑留っていう話題をですねちょっと触れておきたいと思います。実はですね私は団塊の世代と言われている日本の戦後に生まれた世代なんですけれども、私のですね高校時代にこういうことがあったっていうことを、シベリア抑留っていうものがですね僕自身にとっての生身の体験に迫ってきた瞬間っていうのをちょっと皆さんに語っておきたいと思います。この後寺島の身近にあったシベリア抑留。世界を知らずにですね世界は変えられない。寺島実郎が全体地で挑む北方領土問題。コロナのトンネルを抜けた後健全な資本主義を求めて。寺島実郎の世界を知る力。
当時北海道札幌旭ヶ丘高校のですね生徒だった僕はですね、この高橋克実先生っていう先生に大変な衝撃を受けるんです。私ですね大変頭でっかちな高校生だったんだなと自分自身こう思い出します。まあサルトルだなんだいろいろ読んでですね難問を見つけて先生に質問をしてですね矯正の先生なんかを困らせるなんていうようなことに快楽を覚えてるようなですね頭でっかちな少年だったんです。ある時ですねこの高橋先生っていう人がですねシベリア抑留11年っていう人だったんですね。当時僕自身シベリア抑留なんて言われたってですねピンとこなかったです。で先生はですね僕に旧制高校生が読んでたような本をですね十数冊ドーンと机の上に置いてですね寺島お前真剣にこの本読めと人間っていうのは弱いもんだぞとそして醜いもんだぞと例えば俺はシベリア抑留で11年毎朝ですねアルバイトの食器に盛られる豆の量でですね今日の吉凶を感じるっていうかいっぱい盛られてたら嬉しい少なかったらですね前のやつの方が多いっていうことはひょっとしたらまたロシア兵に媚び打ってですね仲間打って裏切ってですね自分だけ飯盛り多くしようとしてんじゃないかなんていうようなことを考えるほど卑しい方向にものの考え方っていうのは行ってしまうんだぞと本物の思想とか哲学とか心情とか宗教なんていうのは甘いもんじゃないんだと逆さづりになってもですね自分の思想哲学を変えないっていうことはどれほど大変なことなのかですねその思いでもってお前本気で本読めっていうことをですね言われたんですね。私はその瞬間にですね悔しさもあったけどですねハッとなったことあったですね。それが僕にとっての至近距離にあるシベリア抑留シベリア抑留に対する文献読んでるとですね人間の弱さ感じます。関東軍の参謀だった人がですねソ連側の証人に立って東京裁判やってきてですね日本を批判するなんていう役割をですね演じさせられた。でそういう中で仲間を売ったりですねさまざまな人間ドラマがですね繰り広げられたんだっていうことを痛感します。私はですね歴史っていうものはそこを体験したですねさまざまな生身のドラマをですねどれだけダイナミックに吸収できるかがですね大変重要な視界を開くことになるんだというふうに思ってます。そして寺島は次回北方領土問題へと議論を展開する。今回はですね私できるだけ生身に引きつけてですね近代史における日露関係で日露間のわだかまりをもたらしてきたものっていうものについてこう語ってきました。で次回ですね私は日露間の懸案の課題と言われている北方領土問題っていうのはどう考えるべきなのかっていうことに踏み込んでいきたいと思います。そのための予告編として一言だけ申し上げておきたいのはソ連は連合国の一翼を担う形で参戦してきたってことですね。ユナイティドネーションズを国際連合と訳した日本常識的に考えればユナイティドネーションズは連合国です。戦勝国連合ですね。その一翼を担ってソ連は参戦してきた。このことが実はですね北方領土問題を踏み込んでいくためにも大変重要な基本認識になります。その点を申し上げといて来月その議論に踏み込んでいきたいと思います。寺島実郎に直撃。寺島実郎に直撃と題しましてビジネスパーソンはもとより学生や主婦の方などから寄せられた質問に寺島さんがズバリ答えるというコーナーです。今回もこちらの空間除菌主席とともに、ね、はい、お伝えしてまいりますが、うん、こちら実は置くだけではないんですよ、うん、壁掛けができるということで、花も飾れるしとかってね、はい、ありましたけど、そうなん、立てかけることもできるし、いや洗練されてて本当にね、うん、いいですよね生活空間だから。そうですね、空間を有効活用できそうですね。それでは視聴者からの質問に参りたいと思います。先月放送された世界を知る力対談編をご覧になっての質問です。43歳会社員の女性からです。細川さんとの対談とても興味深かったです。
特に子どもを自然の中で遊ばせることが大切という言葉には同意でした。寺島さんが子育てにおいて最も大切だと思うこともぜひとも知りたいですと来ていますが、いかがでしょうか。私ってね、ある時代のサラリーマンだった典型でですね、家庭をも顧みず的な世界観の人間かもしれない。今僕は実は僕よりも若い世代の人と向き合ってですね、子育てに対して本気で真剣だっていうことにね、逆に敬服してるぐらいなんですね、はい、で考えてみるとね、戦後の日本ってですね、僕ここに不思議なものを持ってきてますけど、これダイハツミゼットっていうですね、三輪車にねいっぱいカラーテレビ積んで配って歩いてたっていう、これってねある時代の日本を象徴してるんですよ。つまりね、親がね本当に働き詰めに働いてた時代。戦後の日本ってですね、子供なんかにですね振り返る余裕もなくてね、要するに貧乏人の子だくさんっていうような状態でもって懸命に働いてた時代だけど、子供って結構たくましく育ったんだよなと。この周りに子供たちがワイワイ喜んでテレビが運ばれてきたってんで喜んでた時代ね、子供がたくさんいたんですね。で考えてみるとですね、去年日本で生まれた赤ちゃんの数が84万人だ、今年は80万人割るだろうって言われてるんですね。である面じゃですね、少子化の中でね、親が子供に向き合える時間が多いっていうか、みんな親が構ってですね、子供に対して蝶よ花よとでは言いませんけども育っていく。ところが世の中に出てみたらですね、厳しさに対してたじろぐっていうかですね、ですから子育てにね大事にするっていうことと、たくましく育てるっていうこととはまた別次元なんですね。例えば日本において今後大変になってくるだろうなと思うのはね、宗教がない時代っていうのを作っちゃったわけですよ。で、欧米社会っていうのはやっぱり教会があってね、その地域の子どもたちがね、その教会という枠組みに囲まれながらみんなで育てていくみたいな仕組みがいつの間にか機能してるっていうかね。日本においてもね、僕これから大事だと思うのはね、誰の子どもであれですね、社会の子どもとしてみんなが育てていける仕組みっていうのをね考えていく必要がある。多様な子育ての仕組みっていうのかな。やっぱりなんて言っても人間が人間を育てるわけで、いろんな人に触れ合うっていうことが大事なんですよね。その触れ合う機会っていうものをどういうふうに作っていくのがいいのかなっていうのが、本気で子育てを問われた時の僕がですね考えちゃうことですね。ありがとうございます。番組では皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。寺島文庫ではこの番組のサポーターを募集しています。詳しくは寺島文庫ホームページをご覧ください。